兄。いや、もうすっかり憲兵団だね。アルミ、どうしてストヘスクに。兄、エレンを逃がすことに協力してくれないかな。このままじゃエレンは殺される。ウォールシーナ内の検問をくぐり抜けるにはどうしても憲兵団の力が必要なんだ。あんたさ、私がそんないい人に見えるの？いい人か。その言い方は、僕はあまり好きじゃないんだ。自分にとって都合のいい人のことをそう呼んでいるだけのような気がするから。だから兄がこの話に乗ってくれなかったら、兄は僕にとって悪い人になるね。いいよ、乗った。行こう。この地下道は外扉の近くまで続いているんだ。なんだ兄、さっさと地下道の中へ来いよ。まさか暗くて狭いところが怖いとか言うなよ。いいや、私は行かない。そっちは怖い。地上行かないなら協力しない。何言ってんだてめえは。ふざけてんじゃねえ。たく、傷つくよ。一体いつからあんたは私をそんな目で見るようになったの、アルミ。兄、なんでマルコの立体起動装置を持ってたの？捕まえた2体の巨人が殺されて調べられた時、マルコと一緒に整備した僕には傷やへこみで分かった。あの2体の巨人は兄が殺したの。さあね。でも1ヶ月前にそう思っていたんなら、なんでその時に行動しなかったの？今だって信じられないよ。きっと何か見間違いだって思いたくて。兄、お前が間の悪いバカでクソつまんない冗談で適当に話を合わせてる可能性がまだあるから、とにかくこっちに来い。この地下に入るだけで証明できることがあるんだ。こっちに来て証明しろ。そっちには行けない。私は戦士になり損ねた。もういい、これ以上聞いてられない。クモ、もう一度ズタズタに削いでやる、女型の巨人。アルミ、私があんたのいい人でよかったね。ひとまずあんたは賭けに勝った。でも私が賭けたのはここからだから。Thank you.
無事か。一つ目の作戦は失敗だ。次の段階に移らなきゃいけない。立体起動装置は壊れてねえな。女型の巨人を引きつけるぞ。あいつを捕らえる最後のチャンスだ。急いでくれ。行こう。僕たちの任務は兄を捕獲することだ。僕たちにはもう後がない。これが最後の機会だ。ここで必ず奴を捕らえよう。捕らえたもんか。必ずここで捕獲する。罠を使えば攻撃のチャンスが生まれるはずだよ。そこを狙って奴を疲弊させるんだ。メガタの巨人を逃がすな。絶対にここから外へは行かせん。動けるみてえだぞ。
メガタの巨人。エレン、エレンのやつ、やっと来やがったか。何、ここで仕留める。兄は僕たちの攻撃でかなり疲れているはずだ。一気に決着をつけよう。兄、お前はいつも周りがバカに見えて仕方ないって顔してたな。いつもつまんなそうにしてた。任せて。そんなお前が生き生きしてる時がある。その格闘術を披露する時だ。そんなものに意味はないと言ってたけど、俺にはお前がそう思っているようには見えなかった。お前は嘘をつくのが下手なやつだと俺はそう思っていた。兄を追い込んだぞ。今だ、エレン。あいつ壁を乗り越える気か。行かせない。これを縛って地下に運ぶ。そっちを押さえろ。君も手が空いてるなら手伝う。ん？たまあそこだけにいたの。もしそうじゃなきゃ、壁の中すべてに巨人が。あなたはニック司祭。あの巨人に日光を当てるな。本格的な修復作業は日没後に行うとして、そろそろ話してもらいましょうか。この巨人は何ですか？なぜ壁の中に巨人がいるんですか？そしてなぜあなた方はそれを黙っていたんですか？私は忙しい。貴様らのせいで教会も信者もめちゃくちゃにされたんだ。後で被害額を請求する。ふざけるな。何の真似だ。お前らは我々調査兵団が何のために血を流しているかを知ってたか。巨人に奪われた自由を取り戻すためだ。そのためなら命だって惜しくなかった。剣を下ろせ。私を殺して学ぶがいい。我々は必ず使命を全うする。
わかった。死んでもらおう。く、み、さま。嘘嘘、冗談。ねえ、ニック司祭、壁って全部巨人でできてるの？ああ、いつの間にか忘れてたよ。こんなの初めて壁の外に出た時以来の感覚だ。怖いな。ああ、来たか。実は君に頼みたいことがある。ストヘスクに与えた被害も大きく、我々はもう少しここに留まらねばならない。そこで君にはウォールローゼ南区の隔離施設にいるミケたちに今回のことを伝えてもらいたい。要は早馬を飛ばして104機を監視してる奴らに今回の顛末をそのまま伝えろってことだ。異論はねえな。いい返事だ。よろしく頼む。この任務を終えたらそのまま施設にいる104機の兵士たちに合流してもらう。念のため全ての装備を整えておくように。準備ができ次第出発してくれ。以上だ。